指の足をぶつけてしまってね。大丈夫かい？大丈夫だよ。それよりも、お帰り、二人とも。ただいま。それは全然、特に変わりはないよ。それでは、僕は部屋に戻っているよ。それは、残念ながら今は無理そうかな。まだ拒否しているみたいだ。困ったものだね。ちなみに、アマネと何を話すつもりなんだい？もしかして、決めたの？なんて返事をするか。それはそうだね。お兄ちゃんの言う通りだね。わかった。お兄ちゃんの気持ちはアマネにもちゃんと伝えておくよ。とりあえず着替えてきたらどう？今日も暑かったから汗をかいたんでしょ？違うよ。戻ったのはついさっき。お兄とノアちゃんが帰ってくる直前。だって、その前にお兄、着替えてきたら？汗かいたんだよね。そのままだと風邪ひくかもしれないしさ。真面目な話をするってなったら時間もかかるでしょ。そこまで一刻一秒を争わなくてもよくない？お兄が着替えてる間にお茶でも入れておくよ。